エフゲーニャ・アレクサンドロブナ・スタルツェワは、ロシアの女子バレーボール選手。旧ソビエト連邦のチェリアビンスク出身。ポジションはセッター。2004年に、アベトダー・ミターへ入団し、バレーボール選手としてのキャリアをスタートさせる。2008年に北京オリンピックのロシア女子、ナショナルチームの代表候補に選出されるも、最終メンバー12名からは外れる。 2009年に再びロシアの女子ナショナルチームに選出されワールドグランプリで代表デビューした。2010年に日本で行われた世界選手権ではチームの正セッターを務めた。大会を通して安定した能力を見せチームを優勝へ導く原動力の一人となった。2012年ドンドンオリンピックに出場しベストセッター賞を受賞した。同年より 強豪クラブのディナモ火山へ移籍し、以降は中心選手として活躍している。2013年の前半は代表から離れていたが、ワールドグランドチャンピオンズカップで復帰した。2014年には所属するディナモ火山のセセッターとして、欧州チャンピオンズリーグと世界クラブ選手権の2大会で金メダルを獲得した。ワールドグランプリで銅メダルを獲得した。 2015年のヨーロッパ選手権で金メダルを獲得した。2018年からは代表チームの首相を務め、同年に日本で開催された世界選手権に出場した。2019年のワールドカップでは銅メダルを獲得した。2021年開催の東京20オリンピックに出場した。ロシアゴラテン本次エベゲニアストルツェバー。ありがとうございます。